ジャーサグルです。本日は青梅市にやってきました。青梅市にある階段にまつわる場所があるということで、その階段とは皆さんよくご存知、雪女にまつわる話です。では参りましょうか。今回の動画は雪女にまつわる話となります。ではまず雪女についての話を。武蔵国のある村に茂吉と美濃吉という2人の木こりが住んでいました。茂吉は老人で、見習いの美濃吉は18歳の若者でした。ある夕方、仕事帰りに二人は吹雪に見舞われます。村に帰る渡し船もなく、仕方なく船頭小屋へ逃げ込んだのでした。火の気のない小屋の戸口をしっかり閉め、美濃をつけたまま横になりました。寒さに震えた美濃吉もいつしか眠りについたのでした。美濃吉は顔にかかる雪で目を覚ましました。閉めたはずの戸が開いている。小屋の中には見知らぬ白装束の女がいたのでした。全身真っ白な女性は模索の上にかがみ込み、白く輝く息を模索に吹きかけていました。女は震える美濃吉に近づいてきました。美濃吉をしばらく見つめ、女は耳元でこう囁いたのです。お前はまだ若い、今回は見逃してやろう。だがこのことを誰かに話せば、私はお前を許さない。約束したよ。そう言って女は消えました。翌朝、美濃吉は気を失ってるところを発見され、模索は凍死していました。あの日の晩の出来事は誰にもそれ以来話すことはありませんでした。翌年のある夕暮れのこと、美濃吉は家に帰る途中で旅姿の娘に出会いました。娘の美しさに美濃吉は一瞬で心を奪われました。名はおゆき。二人は村に着く頃には互いに惹かれ合っていました。そしてほどなくして二人は結婚。展開が早い。この先もどんどん展開が早くなって、子供がもう10人も生まれた日のある晩、おゆきを見た時に18の記憶がよみがえり、ふとこう漏らしたのでした。私が18の頃に不思議な体験をした時に、お前にそっくりな色の白い女に出会ったんだ。どんな方？おゆきに尋ねられ、その当時の出来事を話したのでした。おゆきは立ち上がり叫んだ。それは私だよ。あの時約束したはずだよ。多分したらお前の命はないって。子供たちさえいなければお前をすぐに殺めるところだが、子供だけは大切に育ててください。少しでも辛い思いをさせたらこの私が許しませんよ。そう言って消えてゆき、その後おゆきは再び現れることはありませんでした。とざっくり話しました怪談雪女。その物語の地がここ青梅市であると。ただ青梅市の関係者の中にも、もっと違うところの話ではないかという方もいらっしゃいました。ではなぜ青梅市が根拠とされたのか、少し小泉八雲について掘り下げたいと思います。第一の根拠は、序文にある武蔵の国西多摩郡長府のとありますが、これは現在の青梅市の一部にあたります。そして第二の根拠ですが、これは八雲の長男が綴った文献の中にあります。そこには東京市ヶ谷での八雲の様子などが書かれてありました。
役務邸で働く父宗八と娘花、この二人の出身はなんと序文にあった長府村だったんです。二人から村に伝わる雪女の伝説を聞いたと。また物語の風景が当時の青梅と酷似していると言われています。八雲の孫時さんも推したことが大きかったのかもしれません。なお雪女の資料はここ昭和レトロ商品博物館の2階にあります。そして現在地元の方々の尽力で雪女の碑がここ長府橋のたもとにあります。今度八雲の怪談ゆっくり読んでみようかな。いかがでしたか。怪談雪女、ここ青梅が発祥の地である。小泉八雲が山陰でこの話を書いたとばかり思っていました。なかなか面白いですね。これから暑くなる季節、少し涼しくなるのもいいですね。それではまたどこかで。